日が暮れたら凍え死んじゃうよ。おべえ、あの、助けてくれます？べちゅ、待って、お腹空いてるんでしょ？ここに食べ物があるよ。桃の乾物だよ。あげるからほどいてよ。桃、山梨のおじい様がいつも送ってくれるんだ。マムマムね、おいしいでしょ。じゃあこれ外してくれる？おべえ、そう、ちょっと違うよ。そうじゃなくて、違うけど、すごい。助けてくれてありがとう。うだ、僕の名前は千代太郎ってんだ。君の名前は？お弁長。お弁長？それが君の名前だね。桃の乾物もっとあげるから、お弁長は今日から僕の子分だよ。お弁長、やった、僕の子分、怪人お弁長だ。お弁長、お弁長いる？餌持ってきたよ。みー、もういたろう。僕がやるんだ。阿寒湖は湖底から温泉が湧き出ており、冬に湖面が凍ってもあちこちに湯壺と呼ばれる穴が開く。おいで、お弁長。ほら、早く取りに来ないとこの桃捨てちゃうぞ。いいのかい？うれ、急げ、ほら捨てちゃうぞ。うごめんよ、お弁当、僕を許してくれ。